これから乗るのはこういう広州アジア大会の専用列車です。向かうのは広州から2時間ほどの金華体育中心体育館です。そこでは手ではなくて足でプレーするバレーボールがやっています。一体どんな競技ですか？広州アジア大会は過去最多の40競技481種目が行われています。40競技は31種目のオリンピック競技と9種目の非オリンピック競技からなっていて、このうち武術、セパタクロー、クリケット、柔術、クラッシュという5つの非オリンピック競技はそれぞれ東アジア、東南アジア、南アジア、中央アジア、西アジアの代表的な運動種目で、各民族間のスポーツ交流と融合を目指しています。やっとこの金華体育中心体育館に着きました。手ではなくて足でやっているバレーボールの正体、皆さん分かりましたか？正解はセパタクロですよ。その中ではですね、今は中国、日本、韓国、タイなどアジアの7カ国の選手たちが集まり、手ではなくて足で金メダルを競っていますよ。セパタクローは9世紀頃から東南アジアの各地で行われている球技スポーツです。マレー語で蹴るを表すセパと、タイ語で統制のボールを意味するタクローを組み合わせてセパタクローという競技名になりました。ルールはバレーボールに似ていて、3回以内のリフトでボールを相手のコートに返します。1セット21点のポイント制で2セット先取したチームが勝ちです。腕と手を使ってはいけないために足でプレーするバレーボールと言われるのです。オーバーヘッドは攻撃の必殺技として使われ、見応えがあります。蛮激烈的这个比赛，还是比较好看的。竞技性很强，就是为中国而来的。中国的运动员确实表现得很出色。広州アジア大会のセパタクロー競技はレグ、クワッド、チームレグの3種類に分かれています。競技場は主催都市広州ではなく隣の金華市にあるので、より多くの観客を集めるため、観戦チケットはわずか20元から100元に値下げされました。アーチェリーの80元から100元、卓球の200元から800元、水泳の100元から1000元よりずっと安いので、発売後すぐに売り切れました。実は観客だけでなく、プロの選手やコーチたちも今回の大会に期待を寄せています。日本代表のコーチ矢野千春さんは大会参加についてこう述べました。私たちも日本ですごく普及活動もやりながら、チームの強化活動っていうのを同時にやってるような感じなので、もうちょっといい成績を報告できれば国内でも知ってもらえると思うので、今年7月のアジアオリンピック競技会でセパタクローは2026年名古屋アジア大会の正式種目に決定したことが発表されました。アジア大会をきっかけにレベルの高い試合がどんどん増え、さらなる人材育成と普及につながるでしょう。